さらいで、またさっきの、さっきのテーマで一緒に演奏してみます。今井さんはこの肋骨の下の方を横に広げて、そして横に広いままたもっとこうみたいな感じ。いってみましょう。横に吸って。吸う筋肉、吐く筋肉があるわけですね。で、歌を歌うときとか、管楽器を演奏するときは、思いっきり吸うし、思いっきり吐くんだけど、ここで、吸って吐くだけじゃなくて、吸って吸いっぱなしにして頑張って吐く。吸った力をすごく緩めたら一気に息出せます。だから、フォルテのときはそれ気味になるかもしれない。でも、吸った力あまり緩めずにいたら、体が膨らんだままなので、あんまり息がわーっと出ていない。ということは小さい音出すとか、ずーっと